はいどうもフラちゃんです。じゃあ本日はこちらやっていきたいと思います。今回やるのは夏イベント演歌の海を駆け抜けろ2024年の新作イベントなんですけども、今回は水上ドルボードレースということで、これが7月17日から8月4日まで、新作ということでまあ結構長め2週間ぐらいやるそうですね。まあ2週間以上か。参加受付に関してはキュラナビーチのムーロン、そちらに話しかけるといけるそうで、でイベントクリアで新作水着だったりとかそういったものが入手できますんで、もう皆さんねぜひともやりましょう。というわけでどんな感じなのかやっていきたいと思います。はい、というわけで早速やっていきたいと思います。キュラララビーチとは言ったんですが、ジュレットからこちらのアーナイに話しかけてもらえると直接飛ぶことができますんで、めんどくさい方はこの人に話しかけましょう。というわけで入っていくと、はい、お決まりの海のね、その海開きのムービーが始まりました。今回はまあどうも海イベントっていうのがこれになるみたいですね。いつもだったらなんかサメに襲われてるね、幼女を助けようとかそんな感じっぽいんですけども、今回はサーフィンがそのイベントに当たるみたいな感じ。まあいつものムービーなんで、まあちょっとサクサクと飛ばしながら見ていきましょう。よし、お前たち準備体操は終わってるか。うわー、あおあお。はい、そういうわけで、バシャバシャと入っていきました。あ、プクリポかわいい。あ、ドワコかわいいですね。素晴らしい。もう、魚女もね、もう見せつけるように、あ、ドワオのね、このネタ感。そして、戯れる相方勢。はい、というわけで、まあ、そんな感じにムービーを見ていただいたんですけども、今年は何事もなく海開きできたのに、ムーロンさんがなんだか物足りないって顔をしている。それで何か面白いことを考えてる。らしいですね。おう、フラちゃん。今年は何の妨害もなく海開きができて、俺もほっとしている。だが、何か物足りねえ。物足りねえんだよ。そこでだ、とびっきりのイベントをかましてやろうと思ってるんだが、ちょっと手伝ってはくれねえか。というわけで、まあ、こちらのクエストやっていきましょう。ビーチにユンユって名のドワーフのお嬢さんがいるから話を聞いてみてくれ。ユンユユン、あいた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 。あ、かわいいですね。ふんふん、この波の具合と、沖から吹きつける風の強さ。同じドワーフのカラクリ騎士のメンメという名前はご存知かしら。まあ、それの妹らしいですね。で、まあ、なんだかんだ、水切りの鱗というものが欲しい。リザードマンと呼ばれる魔物から手に入ることは調べがついている。呪霊島上層にもいます。パパッとやっつけてください。じゃあ取り行きましょうか。呪霊島の上層だと、ジュレットの町から最初のこのワープゲート使って東入り口の前、ここ飛んでもらって、でそのまま外に出てもらえればいると思う。大丈夫、シンボル枯渇してないよね。たまにあるからな。もう誰も、もうみんながやってて、で自分が全然枯れないっていう、そういう状態。とりあえずなんか目の前の人が場所完全に知ってそうなんで、これもう全く同じ、ついていきます。どこ行くんだこれ、よくわかんねえけども、だから多分この辺にいるんだろうな。右側に水玉ドラゴンが見えたんで、まあおそらくこの辺だろう。あ、いた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 、いたけど、ちょっとこの一匹は彼に譲るぜ。俺はちょっと他のシンボルを見つけよう。でまあちょっとそんな感じで探し回っているんだけど、いねえんだけど、マジで水玉ドラゴンしかいねえ。これどうなってん。水玉ドラゴンはいっぱいいるんだけど、ちょっとなんかリザードマンがいないっすね。あ、マップ見たらなんか円書いてあったわ。まあ、ここ側だから、だから右側に行けば行くほどいないっていう、そんな感じっすね。あ、普通にいたわ。よかったよかった。もうマップのここです。円書いてあるとこ。ここにいますんで。あら、よっと。リザードマンを倒した後に地面を見ると、ツヤツヤした鱗が落ちていた。よし、ゲットしました。はいはい、持ってきましたよ。水切りの鱗を渡しますか。はい。これはなかなか質のいい鱗ですわね。最後の仕上げと参ります。どこからか小さなハンマーを取り出して、まあ、うんたらかんたらし始めた。私やりました。お、なんだこれ、バックトゥーザフューチャーに出てくるオーバーボードみたいな、そんな感じのものが出来上がりました。まあ、残念ながらバックトゥーザフューチャーのホバーボードは海を渡れないっていうか、水の上が走行できないんですけども、これは大丈夫なのか。詳しいことは向こうのレース屋のシャイラさんにお話を聞いてくれということで、まあなんかもろもろ準備ができたそうですね。実は夏のイベントとしてそいつを使ってこの海でレースを追っ始めようと思う。水上ドルボードに乗るときは水着以外のものを身につけていたらダメ。海に落ちた時困っちまう。水着がないんならビーチで貸し出し屋がいるからそこで借りてくればいい。こいつか。こいつが貸し出し屋っすね。はい、そういうわけで来ました。いや、もうすげえ島村にありそうな感じのね。そんな感じの水着ですけども。で、そういうわけでレースやっていくんですけども。はい、なんだ、もう始まってんのこれ。え、ゴールを目指して走っておくれ。スタート、ゴール。あ、なんかすげえシンプルな、マリオカートの最初のコースレベルでシンプルな、そういったコースになってますね。もうこれは、どうなんだろう。これなんかマップ的には右側行くとちょっと途中の返しに引っかかるみたいな、
どっちが早いんだろうな。あ、なんかこれジャンプ台ついてるよ、これ。何これ。これちょっと乗ってみようか、これ。もう多分普通に乗ると、おぉ。で、ちなみに、これダッシュしながら乗るとどんな感じだ？ダッシュすると、おい！なんか大したジャンプができないっていう、まあ、なんともあってもなくてもいいような、そんな感じですけども。あ、なんかいる。なんだあれ。これ何？これプレイヤーかな？なんかいるよ、これ。何これ？ちょ、話しかけられんのかな？え、これ何？ NPC？ これ。さすがに NPC かな？プレイヤーだったらそもそもここに入れないような気がするんで、もうおそらく NPC でしょう。またジャンプ台があるぜ、あれ。ちょっとした目印になってるだけなのかな？よくわかんないけども、もしかしたら本番だと急にこう加速して大ジャンプできるのかもしんない。お、またなんかいますよ、これ。ドアコが戯れてますね。まあ、絶対これ NPC だろうな、こうなると。どういう会話してんだろう。わかんねえけど。わ、これはもしかして相方勢では、あ、違う、両方とも女だ。これちょっと座り方的にのぐそしてんのかな。まあ、ちょっと汚い話すると、チャンネル登録者減りそうだからやめよう。やっほー！というわけで一周してまいりました。だ、おおお、あー、いい写真、いいよ、いいアップですよ。はい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 。あ、これ水着が違うと多分印象も変わるだろうな。あ、いい感じですね。これ他の水着で見てみたかったわ。いい走りだった。海の上でも安定していたし、これならレース本番もいけそう。当然ですわ。なんといってもこの私が丹精込めて作り上げた子。どうやらこれで俺の願いも叶いそう。レースの方は頼んだぜ。俺は口を出さねえでおくからよ。フラちゃんにも世話になったな。俺から礼を出したいから後で顔を出してくれ。あ、とりあえずここで一回クエストは終わりって感じか。というわけで、なんかマリンラッシュにマリンスパッツ、バックシャンになんかまあもろもろもらいました。な、俺バックシャンってよくわかんないけどももらいました。まあ、あとは今回も新作家具とかその辺あるっぽいですね。白い浜辺のラグ、サーフボード付きの壁、メンダコのぬいぐるみ。何これメンダコのぬいぐるみって。お、かわいい。え、超かわいいんですけど。なぎさのシェルランプ。あ、今回も結構クオリティ高そうですね。それぞれ1個ずつもらっておきましょうか。まあ、というわけで今回のメインディッシュのレースとかもやっていきたいと思うんですけども、なんかまあ、もろもろもらった水着に着替えてみましょうか。なんかまあ、いろいろ着てみたんだけど、なんだろう、この、ちょっと違う感が、やっぱ上だな。下はいいと思うんだよ。ただ体上がちょっと思ってたのと違うっていう。まあいいわ。というわけでフレンドランキングに関してはもうなんかもう切り詰めたようなタイムがみんな出てますね。これレース系の上位の常連であるデカビタシートフィルで、あとはまあついでにラグナさんが2分20秒で走ってるっていう。いや俺も絶対取るぞこれ。まあとりあえず一回やってみましょうか。はい、というわけで、あ、これ、あ、スタートまで残り2分。だからこれ意地でもここで待ってなきゃいけないんだ。なんか可愛いドア子がもうすでにここで待機してますね。でいいねしてみよう。でこれレース、あ、これなんかコースがいつものレース場と違ってなんかもう全然複雑味が全くない。多分誰でももう切り詰めれば最高タイム出せるようなそんな感じになってますね。問題は左からスタートするか右からスタートするか。右からスタートするとマップの形状的にちょっと返しに引っかかってしまう。左から行けば若干距離は遠くなるかもしれないけど、ただ直線で行ける感じがある。これは果たしてどっちがいいんだ。ジャンプ台がある左からの方がいいか。だとするとこの辺か。結構ギリギリめな、多分ここがいいだろう。いやにしてもさっきのはね練習だったから、まさかこのコースじゃないだろうなと思ってたらまさかのこのコースっていう、なんというかもう駆け引きゼロだなこれ。途中にドルボードブーストとかがあるのかがちょっと気になるし、まあおそらくいつものハザード触れるとやばいやつとかも多分ないと思うんで、いや本当にもう駆け引きゼロのレースって言ったらいいのか、これよくわかんないか茶番みたいな。ちょ、ぶっちゃけ言っちゃうとごめん、手抜き感がすごい。なんかイベントだけは考えたけど実際コース作るのが間に合わなくて急遽これにしました感がちょっとすごいんですけど、これ運営さんどうなってんすかねこれ。はい、というわけで10秒開始。よし来た。ちょ、とりあえず1位取りたい。初見で1位取ったら神。とりあえず開幕はダッシュして、なんかしびれクラゲがいるぞこれ。あれ触れちゃいかんやつなのかな。まあ、とりあえずわかんねえけど、よし、ジャンプ台をうまく、あ、ドルボードブーストあるよ、これ。だから、使いどころが肝心だな。ここで、よし、直前で取れ、なんか、なに?え、絶対これ、しびれクラゲって当たっちゃダメなやつだよね。わかんないけど、絶対当たったらしびれそう。で、あとは、インコースを攻めていき、怖えな、これ。しびれクラゲ、ちょっと、どの感じに近寄ると、直接取るぐらいの感じになっちゃうと、多分触れちゃうって話かな。ただギリギリに関しては多分大丈夫だと思うんだよな。
あとはここだな。別にここジャンプとかしろ。うおー、なんかやべ、2匹待ち構えてた。危ない。あとはしびれクラゲに気をつけながら、よし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 。まあ別に普通に走ってる分だったら別になんかしびれクラゲ踏む要素もないというか、割とこう判定がね、もうピッチリっていうか、もう多分しびれクラゲ本体に当たんなければ大丈夫っぽいんで、まあ、ここはね、まあ、うまくか。おお、ちょ待て待て、これはまずい、これはまずい。よしよしよし、危ない危ない危ない。よしよしよし、大丈夫大丈夫大丈夫、安心してください、大丈夫。なんかしびれクラゲがね今3匹いて少し戸惑ってはしまったが大丈夫です。あとは問題はこれインコースを走った方がいいのか。いや多分これインコース走った方がよくね、多分。あ、いやいやいや、そんなことはない。ちゃんとジャンプ台踏めるわ、これ。大丈夫。ちょっと待って、しびれクラゲ増えてる、しびれクラゲ増えてる、ちょっと待って。あー、危ない、なんだこれは。ちょっと、だんだん、やばい、次のジャンプ台あたりがとんでもないことになってそう。今4体だったでしょ、次5体でしょ、これ、間違いなく。ブーストの使いどころっていうのが意外と大事かもしんない。で、問題は、俺一人誰もね、後ろに、あ、いるけど、なんで初見の俺が1位なん？でもみんな何回かやってるでしょ、多分。まあいいや、とりあえず行こう。しびれクラゲを踏んだらどうなるかがちょっと気になるところではあるが、とりあえずもう今の時点で2分経過してるんだよな。まあ、っていうことはなんか普通に走ってきたつもりだけど、もっと早いタイムの出し方があるのか。よっと、うおー、5体いる。ちょ、危ない危ない危ない。よし、とりあえず2分20秒でいけた。タイム2分20秒。ベストタイム更新です。15秒とか出してる人いたからな。ってなると、もうちょっとなんか詰められる要素はあるって話か。まあ、とはいえどなんか、これ以上別に大きくタイムを縮ませられる要因があるかというと、ちょっと正直、あ、でもギリギリだったこれ。2分20秒が福引券30枚の男だったから、いや本当にあと1秒遅れてたらやばかった。とりあえずまあ初見で全部取れましたね、これ。で、報酬に関しては、まあ本当にハイスコア報酬だけなのかな？それ以外別にもらえる要素はなくて、で、ランキングに関しては今こんな感じで、まあ本当になんか似たり寄ったりなタイムをみんな出すっていう。いやなんか、あれだな。ちょっと運営さん、もうちょっとひねり欲しかったかもしれん。いや正直言うと。駆け引きがね、ちょっと薄いかな今回。でウエットスーツとかこれ、うわ気持ち悪い、これなんだこれ、ジアフラちゃんみたいな、まあ、そんな感じのフォルムになりましたけども、ちょっと水着が今回革命的っては言ってたんだけど、ちょっとその革命的か言われたらちょっとなんか、いやちょっと文句言ってるようで本当に申し訳ないけど、ちょっとなんか思ってたのと違うっていう。ちょっともう一回だけちょっとやってみようか。とりあえずもう分かった。あの駆け引きゼロ。とにかくジャンプ台のドルボードブーストをひたすら取っていくっていう、そういう感じなんで、あとはスタートしてすぐにドルボードブーストを使わないと、最初のドルボードブースト、あれ取るのが相当ギリギリになるんで、ちょっと安定しないので、ワンチャンちょっと後ろからスタートしてもいいかもしれない。なんでみんな行っちゃう？ええ置いてかれたんですけど。え、なに？いや、俺もいるんですけど。え、俺も一緒にいいじゃん、行っても。なんか俺だけ置いてかれたっていう、なんだこれ。ちょ、どうなってます？なんか完全に一人取り残されてるんですけど、すげえなんか哀れみの目で見られてる気がする。でもこれなんか水の挙動とかがいい感じですね。こう曲がるときはね、こう例えば右に曲がるときは左の水しぶきがちょっと多くなってとか、そういうちょっとこだわりを感じる。もうこの水の感じがねすげえリアルだわ。すごいなんか爽快感はある。こうシャゲダンとかするとほらやばいでしょこれ、挙動が。もうさすがにこれはね考えてなかったんでしょ、運営も。こういう動きをするやつはとんでもない、これ水しぶきになってる。さて、そろそろスタートですね。スタートまであと10秒。これオートラン押しとけば多分、こうスタートと同時にいけると思うんで、ちょ、こうやっておきましょう。始まった。多分オートランでいけると思うんだよな。よっと、はい、来た。オートランでもう入れといて、で、ずっと、もうスティックを前に押しておくことによって、もう即ブーストが使えますね。あとは最初のここだよな。ここがマジで、どういう感じで間に合うんかこれ。間に合う。ギリギリ間に合うな、これ、一応。で、これ、インコースを本当に攻めていく。で、こう、しびれクラゲとかにも、もう多分触れなければ何もないと思うから、もう落ち着いて、で、あとはこういうキワキワギリギリを行って、よっと。で、あとはこう、緩やかに曲がりつつ、てか、ブースト忘れてた、使うの。もうひたすらブーストは前に入力しっぱなしでもいいかもしれん。でも変わんないかな、これ、使える回数は。で、これで、はい、来た。はい、ここで、さらに、ジャンプをかましていき、よし。で、次の、あそこのブースト。もう常にブーストは使っている状態をキープしていきたい。これも多分あそこに行くまでにブーストが溜まるんで、
まあ、あとは角度だな。入射角が大事。あれ、入射角があまりにも鋭すぎるとちょっと多分曲がりきれないんで、これはちょっと難しいな。これよっつぁー、もうちょこれもうゲームオーバーだろ。麻痺なっか、これちょやべえ。一回でも踏むともう終わりだ。もうあの途中で終わりたいですね。これルーラーストーンとか使えないわ。これもう途中断念ができない仕様になってる。まあそれでもね、あの練習と思ってやるしかない。しびれクラゲ、とにかくもうどこまで大丈夫なんだろう。ちょもう一回検証のために、あ、これあれだね、ちょっとなんか一本なんだろう、しびれクラゲの周りにちょっとこうオーラがまとわりついている感じなイメージで、そこに触れるとまずいっぽい。ただ結構ギリギリまで大丈夫っぽいですね。で、これしびれクラゲゾーンをこれ右左に抜けて、こう、なんだろうな、このしびれクラゲの数的にも配置的にも、もうね、もうさっき考えてちょっとこう追加しました感がすごい、言ってしまえばちょっと申し訳ないけど、今回新作イベントって以外では、なんかちょっと手抜き感を感じる。こうしびれクラゲをとりあえず置いといたとか、その他にもなんだろう、こうドルボードブーストがただジャンプ台の手前に置いてあるだけっていう、あとはこの駆け引きゼロのコース、だそこがちょっと今回あんまりこうなんだろうな、良くない、非常に良くない。あと麻痺なげ、これすげえ、もう異様にも進めないレベルで麻痺がすげえ。多分タイムは40とかね、2分40とか出してる人はまあそういうことだったんだろうな。もうしびれクラゲ踏んだんだろうな、これ。はい、というわけでタイム2分52秒でした。まあ、そんな感じで、まあ、終わっていいか。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今回は新作夏イベント、演歌の海を駆け抜けろということだったんですけども、いやーちょっとね、申し訳ないけど、思ってたんと違うっていう、まあ、そういう意見でした。まあただ、報酬の方がちょっと気になるんで、その辺を置いていきたいと思うんですけども、まず、渚のシェルランプ、これを置いていくとですね、おー、すごいですね。なんか、割と、まあ、どこにでもマッチしそうな、あ、で、ちゃんとライトもつきますね、これ。ピンクと青のライトがつくみたいな、まあ、そんな感じで、まあいいっすね、これ。普通にいいわ。これ最高。で、このサーフボード付きの壁なんですけども、まあ珍しくね、外に置ける壁っていうことで、置いていくんですけども、はい、こんな感じですね。まあちょっとこの、噴水はちょっと違うものなんで、この壁だけなんですけども、これはどうなんだろう？これ触れたりするんかな？触れて、で、あとはなんか木の棒っていうね、それだけっていう、本当にしょうもない柵もできたりして、あとはサーフボードのみとかもある。サーフボードのみの3枚とかはできないっぽいですね。壁のみにしたら、まあ割といい感じの壁になるんじゃない？これ。たくさん並べたらね、単純にサーフボード関係なしに壁としていい感じに使えそう。で、砂浜のラグなんですけども、まあちょっとこれに関してはちょっと床がですね、かなりデコボコしてて、わかりにくい。あ、ここだといいね。ちょっと置いていくとですね、まあまあまあこれに関しても普通にいい感じの、あ、でかいっすね。これ台にすると貝殻のみもできる。うぃー、なんかもう単純に掃除してないね、海の家の砂が大量に乗ってしまった床みたいになってますけど、まあ、こんな感じで、であとは今回一番俺がね気になっていたこちら、メンダカのぬいぐるみ、これ絶対可愛いでしょ。うわ、超可愛いんだけど、これ何これ、やば。え、違う、触れんのかなこれ。触れる。あ、でけえ、これ。触れて一番でかいサイズにもできる。メンダコ可愛いっすよね。これいいわ。このフォルムにね、このなんか気の抜けたような顔が本当にたまらない。ちなみに当たり判定に関しては、なんかこう、なんか中心部の、その中に円状になんかこう、当たり判定があるっぽい。なので、ここの手前まではフリーで踏めるみたいな感じですかね。というわけでね、皆さんもぜひとも新作の夏イベント、演歌の海を駆け抜けろ、やってみてください。今回の動画がためになったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さんまた会いましょう。さよなら。